関東地方は今日昼前にかけてが雨のピークになりそうです。こちら神奈川県藤沢市からいただいたウェザーリポートですが、雨だけではなく風が強い状態も分かります。この雨まだ続きそうなんです。では現在の皆さんからの報告まとめてみました。こちら見ますと黄色の5レベルの雨が伊豆半島から関東南部ところどころ見受けられます。ほとんどのところでもザーザー降りの雨の報告。この雨雨雲重ねてみますと、この南側南岸付近中心に活発な雨雲、低気圧と前線による雨雲ですね。この雨で午前中中心に土砂降りの雨のところまだ続きます。では天気の分布予想で見てみましょう。はい、この後9時ごろにかけて、やはり関東南部から茨城県中心、ただし、昼前になるとだんだん雨のエリアが少なくなってきます。午後になると関東地方、ほとんどのエリア雨が止んで晴れ間が少し、戻ってきそうなんですよね。すっきり晴れるというのは少し難しいかと思いますが、日差しはありそうです。ただ日差しがあると蒸し暑くなりそうなんですよね。関東地方の天気アイコン確認しましょう。はい、雨のち晴れのところが多くなり、回復傾向なんですが、気温見ますと、東京や埼玉27度、横浜26度まで上がる予想です。単に気温が高いだけではなく湿度が高い状況ですので、かなり蒸し暑く感じそうです。雨の後は暑さ対策も必要です。詳しい情報はウェザーニュースのアプリで確認できます。